君はいつも僕の薬箱さ、どんな風に僕を癒してくれる。笑うそばからほらその笑顔、泣いたらやっぱりね涙するんだね。ありきたりな恋どうかしてるかな。君を守るため、そのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさ、そばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸、ライオンハート。いつかもし子供が生まれたら、世界で2番目に好きだと話そう。君もやがてきっと巡り合う。君のままに出会った僕のようにね。見せかけの恋に嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり、変わらない朝は小さなその胸、エンジェルハー。見せかけの恋に嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり、君を守るため、そのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさ、そばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸、ライオンハート。はい、こんばんは。今夜もね、スマップさんのね、ライオンハートを歌いました。2016年10月の2日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんはね。今日は日曜日ね、で、今日は日曜日休みだったんでね、いつもの河原、ほんとね、ずっと最近一緒だけどさ、いつもの河原に行ってさ、荒川のところね、あそこね、赤羽のところで、ね、で、声優で買い物してね、うん。はい。飲み食いてた。今日はね、飲むのはね、2本だけ、ビール2本だけでね、はぁ、三合飯を食ってきたでしょ。あ、こんばんは。腹いっぱいだね。でも美味しかったけどね、こんばんはね。こんばんは。ハマグリじゃないあれ。ご飯だ。どういう意味 ?AY さん。ハマグリは食べてないあれ。あれ、ご飯の3号ですよ。ハマグリじゃありませんよ、こんばんは。ハマグリ食べ過ぎだよ。どういう意味だ、こんばんはね。ハマグリじゃないもん。ご飯を3号食べたの。うまかったよ、でもあれ、ほんと。サンマを頭で落としたやつをさ、売ってたから2本で、200円くらいで。あれをやって、うまかったな、塩焼きして。食えるもんよね。サンゴ、まあ、ベブの、ここでも食ってもね、サンゴね。サンゴは僕にとってそれほどじゃないんだよね。まあ、普段そんな食わなくて。今、ほら、腹いっぱい。まだまだ。ああ、でもうまかった、ほんと。美味しかったね。うん。ああ。うまかった、うまかった。ね。また行こうね、ほんとね。まあ、久々にご飯って結構簡単だよ、あれ。焚き火っていうかな、あれ。ウッドストーブでね。ご飯するほどは難しくない。今日は初めてのクッカー。あれはちょっとあのクッカーはね、2号までが良かったね、2号ね。3号ちょっと入れすぎだった。まあ、そう難しいもんじゃないからさ。ね、やってみるといいよ。焚き火は難しいかもしんない。焚き火って、どんどん炎が強いからさ、ギカビとかでさ、バンでかいのね。でかい焚き火であるんじゃん、でかいのね。四角に。ああいうのは難しいけど、ああいったちっちゃいソロストーブとかさ、あれ、ちっちゃいやつあるんじゃん。あとなんだっけ。ヘキサゴンみたいな、ちっちゃいウッドストーブクラスだったらね、あれに2号、3号炊くのはそれほど難しくない。ちょうど弱火にしようかなと思う頃にはさ、別にすぐさ、弱まるからさ、ね、想像すれば結構簡単よ。ね。ああいった、固定のウッドストーブ、あれ、まあ、何度も言うけど、ヘキサゴンとかさ、ネイチャーストーブクラス、ソロストーブ、あのクラスの固定のウッドストーブでご飯炊く分にはそう難しくないからね。うん、あ、ハマグリ、そうなんだ。いいね、ハマグリ。東京湾の名物よね、ハマグリね。そうなんだ。僕はね、塩焼き、サンマの塩焼きでご飯食べたんだな、ね。うまかった。あ、結構いいあれね。結構美味しい。いいよ、ほんとね。うん、よかった。今日使ったクッカー2号にしようね。
やっぱ3個つらかった、ちょっとね、あふれちゃうしね。今度あれでやるとご飯炊く2合にしよう。2合。あのクッカーで炊く場合は2合ね。3合しかないね。2合だったら多少炊き込みご飯も、あ、今度炊き込みご飯やろうかな。鶏からなんか入れてね。今日のクッカーだったら2合入れて適当に具材入れてもまあ炊けるだろう。2合なら。3合はダメだけどね。2合。3合で炊く場合は、1400のトレック1400なら3合だけ炊ける。まあ、すぐ炊かないけどね、普通ね。でも大食いだからね、でも普通食っちゃうんだよね。うまいよね。特にアウトドアだったら食えるもんだよね。まあ、アウトドア以外で食ってくる、僕は。普段から食ってんだけどね。なんでなおさらよ、ほんと、ああいうとこだったらね。ね、道具しようって結構疲れて食うからさ、食えるんだよ、あれ。今度やってみたら鶏皮いいんだろうね、鶏皮はね。仕上げにさ、薬味切らしていいかもしんないね。あ、うまそうだな。鶏皮の炊き込みご飯うまそうね。もちろん鶏皮前もって湯がかないとダメよ、あれ。いきなり生で油だらけになっちゃうからさ、ね。鶏皮前もって湯がいといてね。適当に切って、それ一緒に入れて、ね。塩パラパラって入れて、炊き上がったら、あれ。今日みたいなスーパーで売ってんじゃん、あんなパックの薬味をパラパラって入れて。いいだろうね。安田君。今度は2合ね、2合でやろうね。あ、そうだ、今度ね、いろいろ今日またね、アウトドアのいろいろ見せたらさ、奥多摩小屋のホームページとかいろいろ、あれ、リンクで。あ、三条の湯もいいかなと思って、三条の湯。今度三条の湯の方行ってみようと思う。奥多摩の、ちょっと隣っていうかな。奥多摩、ハイキング絡みでさ、今度はさ、場所はさ、奥多摩駅は一緒なんだよ、あれ、雲取と。奥多摩駅から同じバスに、東京バスと行って、先のお祭りっていうところが大きいんだっけ。そっから、まあ、2、3時間だから、僕遅くて5、6時間で行けると思うんだ。で、三条の湯が、すごいテント泊できんの。テント泊。天泊が5、600円で、入浴料5、600円だから、まあ、1000円ちょっとか。で、ね、いいね。三条の湯、ね。10度ぐらいの源泉だから沸かし湯なんだけど、あれなかなか、そういうの考えてる僕。三条の湯まで行く。それをやってみたいなと思って。こんばんは。あ、今夜もやってますよ。いつものようさりげなく生存確認の一環としてこんな風にね。今度考え、まあ行きたいとこいっぱいあるね、アウトドアはね。奥多摩小屋、冬のまず、テント泊もやってみたいし、奥多摩小屋の反対側の奥、あれ。三条の湯も行ってみたいしな。尾瀬も行ってみたいしね。まあ、少しずつやろうね。少しずつね。はあ、僕大好きよ、ああいうの。疲れるのがまた心地いいんだよね、ああいうのってね。ハイキング系はさ、疲れて辛いんだけどさ、また心地よい疲れなんだよね。あれがそうたまんない。やめらんないんだよな。それで元気でさ、ウッドストーブでさ、炎を起こしながらご飯なんか食べて食ってたまんないよね、あれ。今度、奥多摩小屋でね、やろう考えてるから、僕。奥多摩小屋で、三合飯を食べ作る ってことやろうかな。うまいだろうね。山小屋のテント泊でね。三合ね。あれ、トレック1400。あれ、トレック1400なら三合炊けんでね。あれで二合炊いたことだから。二合であの量だ。三合いける。間違いない。トレック1400なら三合炊けます。ね、サンゴでかなり食べられるよ、ほんと。満腹満腹。いいね、あれ。今度やろうね。楽しみだな。奥多摩小屋の時行こさあ、でしょ、今度だけね。今日はね、日曜ね。どんだけ。じゃあ、さあ、今日も飲みましょうか。今夜どうしようか。つまみはいらないや。サラダ食ったんで。満腹な飲み物だけ行こうか、今夜。飲み物だけで。じゃあ、今夜の飲み物に行こうか。今夜は。今夜の飲み物。夜はね、これだ。発泡酒行こう。この間、発泡酒だ。どうもね。こんにちは。ダイナさん、こんばんはね。今夜は、これ、バーリアル発泡酒いきます。これだけいいや、今日もいいや。今日昼間アウトドアでさ、
散々飲みくじしたからさ、まだ満腹なの。飲み物だけで、飲み物は入るよね結構。もうだいぶだってあれ、あ、三合飯食ってからあれ4時か5時だもんね。4時ぐらい、うん、だいぶあれからもう100時間経ってからね。でもそれでまだ満腹なんで今日食わない。飲み物だけで、飲み物だけで今日は、ああ満腹満腹。あ、乾杯。いいね、今日は安い発泡酒。はい、乾杯。ああ、今日本当に天気良くてよかった。天気良くてよかった。うん。あ、声優もいいね。赤羽って前回声優で買い物したけどさ、アメリカンでなんかいい感じね、あそこね。買い物で雰囲気も。声優。うん。うん。うん。多分僕の予想だけど、あれ、多分今、コストコなんか真ん中雰囲気なんだろうね。僕行ったとこないけどさ、声優。あね。多分そうだと思うよ、あれ。うん。あんな環境と思えば。声優ほんとね、あ、荒くないからな、声優とか。ここ何年かだいぶ変わったよね、声優もね。ほんとほんとね。昔の声優っぽさからさ、ね。今のウォルマート系の海駅になったって感じだよね。全然違う。僕、大塚にいた頃はさ、東池袋声優行ったけどさ、あの頃まだ変わったばっかだったからさ、まあ名残があったけど、だいぶ変わったよね、今ね、声優ね。まだあんのかな、あそこ。ね、まだわかる。ああ、スーパーも閉店するかもしれないね。東池袋のあそこ。あそこ小規模だもんな。可能性あるね。閉店、あと、巣鴨の駅前とかさ。まだあんのかな、その声優。はい、どうも。はい、どうも。今日はね、休みだったんだよね。いつもの変わらず。もう動画もアップされてるからね。もうずっとそうだよね。企画までやってんね、今日。今日昼間さ、この、アスースのさ、この右のちょっと故障しちゃったんでな。あと、Wi-Fi 部分がさ、つながなくなっちゃったんで。修理のさ、電話してたんですよ。だから遅かったけど、今日も最初に言ったけどさ、あそこで。今日このアスースにサポートを電話してさ、修理の依頼のことやってたからさ、それで。で、今日は朝遅かった。9時からだから電話さ。そんな、出れないもん、その時間。朝9時からなんです、これさ。あ、でもよかった、ほんとね。ウッドストーブいいね、俺ね。またやろうな。うん。アウトドアはいいよ。あ、声優、今日も買い物出せるもんだ。今日もあれだけ飲み食いして、食材と飲み物全部込みで。電車賃も込みで2000円ぐらいだもんね。お金のことばっかり言ってくるね。やっぱアウトドアは長い間安いよね、アウトドアはな。あれだけ散々食ってさ、寝る、飲んでも。もう電車賃も込みで2000円だよね。あ、これはさ、前もって家で買った、持ってったの、あれ。小鳥でさ、袋入れて。3個は多かった。今度、あれで2号にしよう、2号。2号にしようね。2号。2号でやって。ああ、サンゴ炊くときはもうちょっとね、トレック増えましたけど。楽しみだな。夢が広がる。アウトドアっていいね、ほんとね。うん。ああ、で、電車と徒歩でアウトドア、炎なる幸せ。いいね。うん。これか、ほんと、満場者が早いね、あれね。先週も行ったんだっけな、あそこね。だよね。先週だったっけ。なかったっけ。先週、でも先週そうだよね。先週はまあ結構させたんだよね。まあ終わりだね。いや、この1週間であっという間なくなってたね、満場者がね。先週ずいぶんさせたんだ、あの辺ね。早いね。1週間でも1週間、
他ぐらいが全部で。まあ、住職ね。シガンバナ。根っこが毒のやつね。あ、でも今年よかった。初めて荒川で見た、あそこの川の。なかなか花の木合わなかったんだ。今年は先週雪だ、先週もあそこの川だったからさ。シガンバナ見れてよかったよかった。意外と咲いてるもんね、この北はね、曼珠沙華ってね。ほんと、今日はなかったけどさ、先週ね、あんな同じ場所で。こんなあるもんなのって驚いちゃった、あれ。って、意外とあるもんな、あんな赤羽の近くの河原でさ。あ、そうだ、さっきも言った、あそこでね、来週は北区花火大会ね、土曜日ね。今度土曜日。もう一杯飲んじゃった。ああ、うまいね。どうもね。はい、こんな感じになってます。いつものようさりげなくね。どうもね。また行くよ、僕は。ちょっと、あ、うんこしてくれ、ちょっとね。飲み物飲んだんでね。ちょっと、うんこしてきます。ああ。さて、今日の2本目、はい、どうもね、2本目飲もうか。2本目、どうもね、2本目飲もうね。じゃあ、今日はね、トップバリューのこの発泡酒。まあ、休み、また明日から1週間頑張りましょう、お仕事ね。大丈夫ね、頑張りましょうね。三条の湯ね、奥多摩小屋のさ、なんだっけ、奥多摩、雲取山荘のホームページにリンクがあるからさ、三条の湯の。ね、あれ見ればから、あそこ行こうと思うんだ。温泉、今度いいね、温泉入って。歩くのじゃ短い、あれ見ると。ね、奥多摩。あ、乾杯。いいね。でも、同じ観光さんでもね、こっちの方がうまいやれ。麦の助ってあるじゃん、安いの発泡酒。これも観光さんなんだけど、バーギーの方が僕はいいと思う。合うかもしんない。僕、こっちの方が好きだな。麦の助っていう安い発泡酒あるじゃん。あ
あれは韓国産だけどさ、でも同じ韓国産でも、まあこっちの方が僕は好みが合う、僕は。バーリアルの方がまだいいかな。今日は食べない。今日散々食って。腹いっぱい食った。やっぱ3合目食うとあんま食いたかねえな。まあ水分を取りたいけどさ、だから飲んでます。ね、満腹食ったからさ、それほどもう食いたいとは思わない。もう5時ぐらいでもう食べ終わったけどさ、あれ食ったらね、やっぱりね、かなり腹持ちいいよ。当たり前かもしれないけどね。3合目一人で食ったからさ。あ、うまかった、でも。あ、サンマほんと久しぶりだ、サンマはね。今日はサンマの塩焼きで。あ、うまかったな、あれな。外で食うと何でうまいやん、ほんとな。あ、そうだよ。ローソンストアでさ、サンマ、あ、なんだよ、冷凍売り場。サンマ2本で100円でよく、あの時よく買ったんだよね、僕、ローソンストアで。最初はさ、2本冷凍でさ、サンマ、頭を下ろしたサンマがさ、2本冷凍で100円だったんだよね。でもそれがさ、1本になっちゃって、もうそれでもう買わなくなったんだけど、それでね、今日は飲むだけよね。せっこいね、ローソンストアのあれね。初め2本で100円だったんだ、あれ。はあ、1分にしちゃうんだもんな。だから買わねえやんなもんな。倍だもんな、あの。あれも初め嬉しかった、あれ。2本か冷凍でさ、まあ頭だけ下ろしたのがさ。で、それ100円だったら、あ、お得じゃん。よく買ってたよ、あの時も。でも、あれはなくなった。この1本だもんな、あれ。1本で100円だったら、そんならスーパーで買った方がいいよな。サンマなんかスーパーで特売の時はさ、もっと100円もしないで買えるもんね。あとシャウエッセンね。安いね、声優ね、ほんとね。たまに行くからかな。たまに行くといいね、声優ね。先週に続き、先週行って。赤羽ってすごいね、あれね。反対側にはさ、イトーヨーカドーもあってさ、あと、地図で見るとさ、あれ、ダイヤがもっと声優の奥の方にあんだもんね。すごいな、あれね。まあ、端っこだからな、やっぱ。ね。23区って言ってもね、あの辺、赤羽はね、端っこだからさ。まあ、県境の区だからね、あるんだろうね、ああいうの郊外型の。駅前、すごい、赤羽ね。ほとんど郊外みたいだよね、赤羽ね。駅前、イトーヨーカドーもあれば、声優もあって、ダイヤもあってね。もうよかったらどうぞ。腹いっぱい食ったからね。うまかったらさ、最初もやし炒めでね、もやしの薬味炒め食って、あ、鶏肉炒め食って、しめかご3合飯。さっきも言ったように今日はさ、午前中はあれ、あ、スーズのさ、サポートに電話してたからさ、ね、昼ぐらいから行ってね。ああ、いい感じだ。いつものようにさりげなく。ねえ。いいよね、ほんと。スティックもなんかすごいね。昨日の夜ぐらいからさ、ずっと今日の午前中とか、あれ、なんだっけ、入れなかったもんね。見れなかったもんね、ページね。しょっちゅう多分やっぱ YouTube の方がいい、まだいいかもしれないね。まあ、たまにさ、でも YouTube もさ、ダウンすることあるから、そういう時はスティックも使ってさ。でも、ページが見れないことがあるのに、スティックも全然多いよ。やっぱ YouTube メインの方がいいかもしれないね。YouTube たまに重い時あるけどな、まあ、スティックと比べれば、あんまそんなないもんね。ああ、美味しくいただきました。なんでスティッカーまですぐダメなんだろうね。体力あるよね。サイトが見れなくなるのね。動画の量も全然さ、YouTube と比べても少ないのにね、あれな。まあ、わかんない。いろいろあるんだろうね。さて、もう一回今夜もね、スマップさんのね、ライオンハート。じゃあもう一回行こうか。じゃあ今夜もう一回行きますよ、ライオンハート。名曲よね、この歌ね。
君はいつも僕の薬箱さ。どんな風に僕を癒してくれる。笑うそばからほらその笑顔。泣いたらやっぱりね涙するんだね。ありきたりな恋どうかしてるかな。君を守るためそのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさそばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸ライオンハート。いつも、いつかもし子供が生まれたら、世界で2番目に好きだと話そう。君もやがてきっと巡り会う。君のままに出会った僕のようにね。見せかけの恋に嘘を重ねた過去。失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり。変わらない朝は小さなその胸エンジェルハート。見せかけの恋に嘘を重ねた過去。失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり。君を守るためそのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさそばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸ライオンハート。はい、今夜もライオンハート歌いました。どうもね、三国太ってますじゃん。だって太ってんじゃん。なんで太ってますよ。こんな腹だよ、ほんとこんな腹、フロス太ってるよ、ほらね、もともと太ってるからね。けどさ、あーすごいよ。ああ、もうね、何も控えないじゃん。これじゃ糖質制限ないと全然看護部には考え、ほんと糖質制限しないとね。うん、おとといも食ったもんな、サンゴをね。しばらく制限しとこうね。まあ明日からまたいつも通り頑張りましょう、お仕事。ああ、うまかったでもな。でもご飯いいね。炊きたてのご飯うまいね、ほんとね。炭火で焼いた様もうまかった。うん、ああ、さあ今日はこの辺で終わろうかな。ね、ありがとうね。またおやすみなさいね。じゃあスティックも終了します。ではまた。どうも。はい、どうも。じゃあ今日はこの辺でね、スティックも終わりました。YouTube まだやってます。はい、どうも。じゃあどうもありがとうね。今日はこの辺で終わるね。ありがとうございます。またいつも通りはしてあるからね。明日からまた仕事頑張りましょうね、お互い様にね。ごめん、ありがとうね。いつもの良さありがたくね。こんな風にやってますね。ほんとね、さっきも言ったように三条の湯行こうかな。三条の湯行ってみようと思います。検索してみると、地図検索で聞くから三条の湯って。ここね、三条の湯って見えないかな。ここ行こうと今度ね、奥多摩の駅からさ、動いて奥多摩の駅からね、西東京バスで、あの鴨沢のちょっと先のバス停で降りて、
こう、三条の十。行こう、本当に行こうと思う、ここ。大変かもしれないけど、奥多摩から、祭りから、でも、鴨沢から雲取りの距離が短いみたいよ、祭りから見るとね、ホームページ見ると。だから大丈夫、行けると思うんだ。で、また一泊して、帰りも同じとこ取っていこうと思う。人によっては、反対側から雲取りの方とかさ、三つ目の方行くかもしれないけど、僕は、ね、そんな体力がないんで、同じ道で行こうと思います、帰りも。楽しみだ。まあ、山梨の東京というよりね。おやすみなさい、ありがとうね。ヘイさんもあり、また明日、お互い様頑張りましょうね。じゃあ、この辺でおやすみ。はい。また明日。